次回の愛車遍歴は経済アナリストの森永卓郎さん。似てますね顔ね。車選びも経済の専門家ならでは。これがめちゃくちゃ安かったんです、はい、またさらに値切って買ったんですけど、ディーラーさんが決算で苦しかった、はい、そういうのも知ってんだねやっぱね。さすがです本当に。1999年から人気報道番組ニュースステーションのコメンテーターに。しかし番組出演の直前、とんでもない行動に。スタジオ入り前にごねたんですよ、うん、久米さんと渡辺真理さんのサイン入り名刺と引き換えでなければスタジオには入る。バブル時代の驚きのエピソードも。最初にもらった給料が99万8千円だったんですよ。わすごい。もう二度とあんなことを。そうか、今厳しいから。それがバブルか。7月8日土曜夜9時放送。ロールスロイスとか